決した。いけにえどもも、お前の肉体も我が主グレンの悪魔のもだ。俺の魂がそうはさせん。忘れているぞ、俺の魂がもうすぐ戻ってくることを。レッドデーモンズドラゴンは奴のスタンバイフェーズに蘇る。レッドデーモンズドラゴンは俺の魂に火をつける。レッドデーモンズドラゴンごときがグレンの悪魔に垂れつくことなど許されぬ。感じるぞ、魂の鼓動を。それは荒ぶる俺の魂が。バーニングソウル、やはりジャックは伝説の男の魔。俺のターン。させぬぞ、させませぬぞ。ジャック。これは。赤き竜、ケッツァコアトル。ケッツァコアトル、この地で崇められている守り神だ。シンクロガンナーによって除外されたレッドデーモンズドラゴンはこのスタンバイフェーズに復活。俺のフィールドにシンクロモンスターがいるとき、チューナーモンスタークリエイトリゾネーターを特殊召喚する。さらにチューナーモンスターアタックゲイナーを召喚。レベル8のレッドデーモンズドラゴンにレベル1のアタックゲイナーとレベル3のクリエイトリゾネーターの2体のチューナーモンスターをダブルチューニング。チューナーモンスターを2体、そんなシンクロがあるのか。レベル12のシンクロモンスターなんてどうやって。バーニングソウルを持つ者は赤き竜の力を得て奇跡を起こす。荒ぶる魂よ、再びグレンの悪魔をその力によりて封印せよ。何、どういうことだ。まさかグレンの悪魔よ、お前の力を全て根こそぎ奪ってやる。王者と悪魔、今ここに交わる。荒ぶる魂よ、天地創造の叫びをあげよ。シンクロ召喚、いでよスカーレットのバッドラゴン。主はクレンの悪魔を従えたというのか。すごいジャック、スカーレットのバドラゴンの効果発動。俺の墓地のチューナーモンスター1体につき500ポイント攻撃力をアップする。俺の墓地のチューナーモンスターは4体、よってスカーレットのバドラゴンの攻撃力は2000ポイントアップし5500となる。すまん、主なき私めに何を。力を見せてやろう、あらゆる手を尽くし、その上でたどり着いた究極のパワー、これが俺の新たなる戦いの魂。スカーレット・オバドラゴンで黄泉の邪王ミクトラン・コアトルを攻撃。